ま、現在、岸田政権は、沖縄県、え、名護市の辺野古、辺野古でですね、その辺野古新基地建設というのを、ま、依然として続けているということがあるわけなんですが、ま、これ、あの、経緯というか、ま、ちょっと大浦湾での工事の、え、ま、経緯をちょっと簡単に振り返ると、ま、これ、大浦湾で、あの、軟弱地盤が見つかったっていうことが、ま、数年前、確かこれ、あの、基地建設に関する工事が、あの、始まっ すすぐぐらいだったと思うんですけど軟弱地盤が見つかったっていうことがあってそれでまあちょっと設計変更、まあ、そういう軟弱地盤をえまあ加味したそういう設計の,その図の設計変更をまあ申請していたっていうことがあると思うんですが防衛省がですね ただ、それに関して沖縄県が、あの、不承認としていたと。で、それで、ま、法廷闘争とかにもなっていて、ま、いろいろ、ずっとなんか裁判、司法も、なんか政府に寄り添って沖縄県民の声を、ま、軽視するような判決っていうのをずっと続けてきたと思うんですが、ただ、ま、それで結局、えー、設計変更っていうのを、ま、承認するっていうのを、県の代わりに政府が大執行して、それで、あの、ま、新基地建設をその大浦湾でも作る、えー、進めるっていうことを認めるような判決があって、それで去年の末に、 え、政府が、ま、大執行したっていうことがあったと思うんですね。で、まあ、それに関しては、本当もう、沖縄県民の民意、これはもう明らかだったと、あの、もう何度も何度も、これ、あの、明らかになっているというふうに思っていて、これ、 まあ、県民投票数年前、5年前でしたかねにありましたし、それでも、あの、反対が多数だったということはありますし、さらに沖縄県知事選挙でも、もうずっと、その新基地建設反対派が尾長さんの、あとは、えー、玉木さんが、あの、再選したわけですし、先日ですね。まあ、去年でしたかあ。国政選挙においても、あの、先日の参議院選挙、先日っていうかもう一昨年なんですね。まあ、参議院選挙でも、あの、野党の方が勝ちましたし、もう本当ずっと、そういうふうに、その、辺野古新基地建設、ノーっていう声は、 あの、沖縄県民の多数派である、もう圧倒的多数派であるっていうことは、もうこれも、これ以上にないほど明らかになっているというふうに思うんですよ。それで、あの、一応なんか判決でも、それきちんとその県民の声も聞くべきというか、その沖縄県の声もちゃんと聞けよね、丁寧にやろうね、みたいなことを、まあ申し訳程度に判決でも、あの、大執行を認める判決でもですね、あったと思うんですが、それで、あの、事前協議っていうのを、まあ、県と政府が行っていたっていうことはあったんですね。 でただ、そうした事前協議に関して、そのちゃんとなんか何らかの合意が得られたとかいうことでもなく、なんかそういう整っていないにもかかわらず、あの今月の20日にその大浦湾での杭の打ち込みっていうのを、えー、防衛省は一方的に開始するっていうことを通告して、あの現にもうすでに何本かあの杭が大浦湾に打ち込まれたっていうことがあるんですね。 で、こうしたことに関して、まあ、この杭の打ち込みが始まったっていう時に、まあ、玉城県知事、沖縄県の玉城デニー県知事は、え、協議が整っていないにもかかわらず、やはり一方的に協議にかかる工事に着手するということは誠に遺憾である。え、直ちに基地建設を中止し、県外国外移設への沖縄県との対話についてしっかりと向き合っていただきたいというふうに言っているんですね。え、まあ、これも本当あの、当然の発言だと思うんですが、まあ、それに加えてですね、 あのこの辺野古新規地建設に関しては、あの先月じゃなくて6月にですね、あのダンプカーがその警備員の男性と,あと抗議し、あとこの辺野古新規地建設に抗議している女性にまあ接触して、それでまあ警備員の方が死亡して、それで抗議していた女性はえ大けがをしたということがあったんですね。で、まあ、これ、辺野古というか、辺野古じゃないですね、名護市の中でその別のところで。 あの、ヘノコ新基地建設に使うための土砂を運搬していたっていう中で、まあ、それに抗議する女性がいて、まあ、警備員がそれをちょっと静止しようとしていたみたいな状況で、それで、まあ、ダンプカーが来て、怪我しちゃったみたいな感じなんですが、まあ、その事故があってから、一応その土砂の運搬っていうのは、これ、あの、中断されていたっていうことがあるんですね。で、ただ、これに関しても今月の22日に、この土砂の運搬を、この沖縄の防衛局、まあ、再開したと。 いうことがあるんですね。で、当然、まあ今も、この土砂の,土砂の運搬の現場でも、あの抗議する市民が多く、あの、ちゃんと声を上げているっていうことは、まああるんですけど、で、それで、まあそうした中でこの沖縄防衛局は、沖縄県に対してですね、そのダンプカーの進行を妨げる行為をしないよう呼びかけることや、出入り口にガードレールを設置するよう求めていたっていうことが、まああるらしいんですね。 えただ、これ本当になんか不当というか、本当人権っていうのをちゃんと理解していないというか、公共の場所の使い方というか、そういうことに関して、あの、本当に理解が足らない、あの、おかしな発言だなっていうふうに思っていて、 これ平和的にその市民がそういう抗議をするっていう権利っていうのは、やはりそ,その種のその車両とかが通行する権利とその同等のものであるっていうことは、もうこれ国連とかでもきちんと認められていることなんですね。この事故があった時もその女性が暴力的なことをしていたなんていう報道は全くないですし、まあそういう平和的に抗議していたっていう中で、まあそれでちょっとやり、ええー、 ま、ちょっと間違って、トラック、えっと、ダンプカーですかが来て、それで怪我しちゃったみたいな、それで一人は死亡しちゃったっていう話なシで,ですので、全く暴力的でもなん、なんでもない。この沖縄県民の、この抗議している沖縄県民っていうのは本当に自分たちの尊厳と権利を守るために、あの、えー、その権利行使をしているだけですから、辺野古新基地建設っていう形で、その沖縄県にさらなる基地負担を、 えー、CEO とする、そうした暴力を、えー、日本政府っていうのはもう現在進行形でやっていて、その一環で、ま、この土砂の、えー、投入って、あの、えー、運搬ですかが行われていたっていうことがあるわけじゃないですか。なので、その、 なんかこの事故を口実にその権利を制限するよう、この防衛局がなんか権利対し、そのガードレール設置しろとか、なんか妨げる行為をしないよう呼びかけろとか言うっていうのは本当おかしな話だと思いますし、あの、あんたらがそんな、基地負担を沖縄県に対してさらに、あの、求める、それも、あの、非合理的な形で、あの、どん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 ,どん、あの、沖縄県民の声を無視して、あの、 え、政治を進めるのをやめろっていう風に、その防衛省にも岸田政権にも本当に言いたいという風に思いますよね。この土砂運搬が再開したっていうことに関しても、この大浦湾での杭の打ち込みが、えー、開始しさ,されたっていうことに関しても、これ目的はやっぱり明らかだと思ってて、それは辺野古新基地建設っていうのはもうここまでもう進んじゃったんだから、まあもう止められないよと。もうだから既成事実化してそういう感じでですね、それでまあ沖縄県民に対して諦めを強いて、それで もう、まあまあまあ、いろいろちょっと意見あるのはわかるけど、もう結局司法も認めてんだし、まあ私たちはも,もうここまで工事しちゃったんだし、まあせっかくね、もう今ちょっと中国もこの間、あのなんか審判したっていうこともあるし、もうちゃんとね、もう戦争になるのは当ん嫌だけど、ただやっぱ基地っていうのをちゃんとあの作って抑止力を放棄する、強化するっていうのも本当大切だからって言って、それで日米同盟も大切だしってって、それでもうどんどん既成事実化して、それでも沖縄県民に対して諦めを引いて、それでもあの今の え、腐敗しきったそのアメリカ言いなりの政治を続けるっていう、もうそういう目論みであるっていうことを明らかだったというふうに思いますよね。まあなんで、この辺の古新基地建設の問題に関しても、あと先日も取り上げたあの米軍の えー、関係者による米軍の隊員によるその性犯罪、沖縄県の、えー、少女に対する性犯罪に関しても、その自民党政権も本当、全く、その、なんか、沖縄県民の命、日本国民の命よりも、とりわけその沖縄県の少女とかの、そうしたあの、あの性犯罪の標的になりやすい属性の人たちの命、尊厳よりも、アメリカとの関係優先、アメリカとの、アメリカのメンツ優先っていうことで、そういうなんか隠蔽みたいなことをね、しても、 全然そのろくにあの声も上げないっていうことがあるわけなんですから、それは形式的になんか外務省の担当が抗議してるみたいなことがあっても、あの、もう、あれに関しても全然なんか本質的なところにおいてはちゃんと、あの、 え、していないっていうのも、あの、前取り上げたんで、閉会中審査のね、あれ見ていただければというふうに思いますけど、まあ、それに加えて、これも前取り上げましたけど、普天間基地の工事の金を、なんか日本国民の血税を投入していたっていうこともありますから、そんなんね、アメリカなんか、も今イスラエルがパレスチナに対しておこ、パレスチナの人々に対して行っているジェノサイドに、 関ししてその金を出しまくる暇あるんだったらいや、そんな自分の工事ぐらいしろって、しかも、普天間っていうところ自体ね、沖縄戦で米軍が沖縄県民からも土地を奪って、それでそこに作られた飛行場基地なわけなんですから、もうそんくらい自分で金払えという話だと思うので、 本当にそういうその沖縄をないがしろにする政治っていうのは岸田政権は進めていると。それでまあこの、この問題に関しても、なんか辺野古新基地建設の問題に関しても、えそういうアメリカ言いなりの政治が沖縄をないがしろにしているっていうことに関しても、もう全然メディアで報じられてないですからね。メディアもそういうあの真実をちゃんと報じろよと。もう沖縄では本当こういうニュースってちゃんとめっちゃ報じられてますけど、これ沖縄テレビっていうところがこれについて報じていたので、それもちょ参考にさせていただいて、この動画作ってるんですけど、そういうこと もあると思いますからそれでネットでもね本当沖縄県民の人たちのそういう声っていうのを本当なんか侮辱するような。 ばっかり言うやつばっかりですからね、こう沖縄テレビのあれもちょっとリンク概要欄に貼っておきますけど、コメント欄とか本当ひどいですからでも私もちょっとひどすぎたんで、私も一つ、あの、本当重要な報道ありがとうございますみたいなことをコメントしておいたんで、ぜひですね、ちょっと、あの、まあ、ちゃんとネットでこういう感じで声を上げるっていうことも大切だと思いますし、もう沖縄をないがしろにする自民党政治、岸田政権っていうのはもう今すぐに終わらせなければいけないっていうふうに改めて強く思いますよね。